ボツだの？多少は使いますけど、はい。実はまあ昨日からお越しいただいてて、はい、まあ、昨日のオープニングが多分差し替えられてるかなと思って、まあ、今日は2日目です。はい。はい、どうなってるかはまだ分かりません。はい。はい、で今日は、横にがちょっと川遊びも大好きということなので、はい、でシュノーケルとかをもう持参で持ってきてやるんですよね。もうね、後悔しないように持ってこれるものは全て持ってきてそうなんですね、はい、もう JAL にね、荷物預けるとき 17.5 キロを表示してましたから、はい、工具からね、遊び道具からもうめちゃくちゃ持ってきましたから、はい、ですね。なんで僕らがよく行っている川へと、はい、今日は、はい、楽しみ。俺そんなイメージはなかったんですけど、菊池さんも実はそういうのが、はい、僕らはもうツーリング行って、ね、はい、ちょっと山の方行った時は、はい、大体川に降りてって、はい、川足ぐらいで入ってね、うん、川遊びをジャブジャブしてますよ。ただ魚取ったりとかそういうことはまずやらないんで、反射に盛り積んでたら怖いですね。反射で遊び行くぐらいはしてるんで、はい、楽しみ。今日はちょっとまあ川で食べれるやつも取りつつ、何取れるんですか？それはですね、はい、ついてからのお楽しみかな。何だろう。あのレアなやつも結構いたりするので、うんうん、それを、はい、あの目標に、はい、で取れなかったら、はい、まあね、手頃なやつをいっぱい取って、はい、そうですね。まあ夏休み企画です。そうですね。嬉しい、はい、嬉しい。本当楽しみ。それでは、はい、今回隣にスペシャリストがいますんで、お、はい、そうなんですね。この方に教えていただきながら、はい、行きましょう、はい、よろしくお願いします、はい、やっていこう、はい、はい、場所に着きました。はい。けどもとりあえずもう横にがもう燃えたぎってて、もうテンション上がっちゃって、もう帰らんよ俺は。じゃあまあ今回、ね、はい、時期ちょっと遅れちゃいましたけど、はい、しっかりと菊池さんと横にに夏休みを、そうですね、堪能してもらおうかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。はい。もうお二方、はい、あと島遠征にも。してもらいたいなと思ってるんで、はい、もうね、佐賀っ子だから、佐賀っ子、佐賀弁で佐賀っ子、まあ、そう言って来てるのは長崎なんですか、ね、間違いないじゃあ、はい、そういう知的なの俺にちょうだい。知的、いつも知的っていいんだよ。評価が高いのか低いのか。もう始めてる人いますね。そんな破天荒野郎なんでね。本人は。お、アユクソでけ。アユでした？あ、アユ。ほら。わ。ほら。出たやっぱり。すごい興奮しとるやん。なんか知らない人が。はい。じゃあありがとうございます。じゃあ持ってくれよかったね。ワンちゃんと行けないですかね、網で。うん、いけるじゃあいける。児玉さん、あの、ね、網だの何なのとか言ってますけど、以前手づかみでやった男なんでですね。あ、すごい。ここの中に2匹できる。あ、入ってきました。やっぱ冷たい、めっちゃ臭い。俺も入ってしまった。急だったもん。勢いで。ここのね、中に。菊池さんのリアクションが、うん、あの正常。うん、行くのを躊躇する。なるほど。ああ、でも唯一川からの直の水なんで。そうですね。うわ、気持ちいいな、これでも。過去にこんな川遊びで喜んでた。はい。手長めっちゃいる。手長。よいしょ。きっとる。まあ、本当に冷てえな。これ全身行くの結構きっちいな。じゃあ、本当取れそうな感じでおるよ、ここに。オッケー、じゃあ連携プレイ行きます。連携プレイ。だって、大きめないから。
横に網も持って行ってなきゃ、何も取るつもり全くないはず、ただ見て回ってるっていうね、はい、見てる、ただの水族館ですよね、あれ、だってもう俺ハンディではもう横におらんもんどこあれちょっと見てきますよ出てきたいい穴結構あるよ知っとるあ、ほんとや、見えたお、見えたでかい、でかいよ20センチぐらいあるやろでかいほらいないですねどっか行きましたねでかいよ、でかいっすよねすげえやんこの季節まで生き残ってるやつだから大きいでもああそうなんだ季節まで生き残ってるけどいやあの個体差やねやっぱりね殺すワンちゃんあの上の深みにいっぱいいたりしてねああ助かるやつ行ってみる何回ばい俺ようやく分かってきたって情報をやっちゃダメだそこにあの全開で行くね横に最後に言わんすね最後にいるのかちっちゃい方がおるっすね見えないなぁじゃあ児玉さんそっちに なるべくやりますよ行きますでは横にの方に来たでしょう。うん、いるいる、左で。あ、出てきた？うん、一匹外ピューって行ったよ。今行きました。じゃあ出てきましたね。もうあとちょいやった。うん、あとちょいやった。こっちからがね、ちょっと取れそうなんですよ。あの網の上にクッケンがあって。あ、ここの下に来るもんね。はい。下にね。今ね、下の方にピューって泳いでった。よし。いたいた。ほら。いたよそこにいるよ失礼しますほら、ここあいつねここにいるよ、ま、同じところに来るのですやべえ、ちょっとアユ一匹捕まえたいっすねね前回いなかったんでもしあのアユ取れて横に行くったら泣くんじゃねそいか、もう佐賀に居座るかじゃあちょっと進んでみますか、上に、はいはい。あ普通にとってもあれなんで、手長エビは、うん、一番サイズが悪かった人は、うん、今回、うん、食べれない。食べれないで。わーやばい。ああ。これ素手ですね。取れるのは間違いないわ。取れるのは間違いない。間違いないです。いや、いたもん。宮尾君は一応、あの、はい。参加したら、もう、食べれる権利はもうなくなっちゃいますけど。大丈夫です、カメラで。そしたら、安定して食べれるってことですよね。確かに。すごいね。大丈夫です。全然、展開と違うね、本当。あーやっぱ変わってんだなんかパイプチャンスあるじゃんパイプチャンスおった今ちょっと待っておった例のやつおったね例のやつおったかもしれんパイプチャンスやない上下でいや、ニュルンって最初に触った時にニュルンってしたんですよ、うん、おるかもしれない、このヘビ中にそうこの辺、明らかに、うん、うなぎのぬるやった魚のぬるうなぎかわからんヨシノブリじゃないのとかかもしれん、すごいな勇敢だなみんな勇敢だなとかって押さえといてあげるとハハ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 
なんかたまに入れて力入れてるのが伝わってきたけど、多分変な仕事しようってやるなと思ったより深いやった。一つ言って、結果どうやったん？なんもらん、なんもらんやったん。ちゃんの気のせい、ゆるっとしたのはもう本当です。あ、やっぱ今来たな。やっぱ後からでも書いたような真っ赤なカニ。お、カニ。第1匹目。第1匹目カニか。真っ赤っか。あ、これ、え？弁慶ガニとか。あ、ですね。ね。あいつ昔よくね、たくあんで釣りましたよ、これ。あー、かわいい。逃がした。はい、カニさん、はい、早い。カニが、お、お、お、モクズか。モクズだね。おー、モクズだね。よいしょー。お、でかっ。ナイス。でかっ。うわ、モクズガニ。モクズでーす。いいサイズやったー。いいサイズ、いいサイズ。とりあえず味噌汁いきる。はい。うわー、ゲットー。こんな掴んだら横に渡さなきゃ。そうよ。すげえ。いやいや、もう触った時点で渡さんといかないと。すっごい。ちょっと燃えてきたな。こういう石の下にいるんでですね。わかりました。手をの闇雲に突っ込んじゃってください。わかりました。するとガチッと挟まれるけど。怖いな。これちょっとできないな、俺。バチッと。菊池さんでしたら、あの箱の中身は何だろうなとか。あ、逃げる逃げる。では菊池さんも手を突っ込んでみてもらおうて。箱の中身とかそういうタイプのやらずにここまで来てる原因なんだ。やらせる側で仕切ってて、なんかここはやらずに見えてたんですけど。よっしゃ。お、でかい。お、でかい。でかい。あ、いかがですか、うなぎ釣りの。はい、ありがとうございます。エビゲット。ちょうどいい餌ですね。じゃあうなぎを見つけたら、うなぎ穴に突っ込んでみますか。あれは、あ、了解。うわ、カニがいっぱい登ってる。トクちゃんの上にカニがいっぱい。前回ここにウナギがいました。ああ、ここだったんだ。まためっちゃちっちゃいモクズだ。わあ、本当だ。めっちゃ可愛い。可愛い。こいつは逃がしたろ。はい。大きくなるよ。あ、トクちゃん逃げた、逃げちゃう、逃げちゃう、落ちた。下下。そうそうそう。ブマガエビゲット。ちょっとそれ見といて。ブマガエビ。もう一匹がどこ行ったかわからなくなった。わあ、ちっちゃいスジエビはいっぱいおるんやけどね。めちゃくちゃ早い。そこの辺とかね、ね、壁にビーっていっぱいついてて。もうどこの隙間もあいつだけはわーっといるんですけど。お、なんか。おお、長い。見せてわしのこんなちっちゃい、またモクズ。あ、モクズ、モクズいっぱいいますね。ええ、うん、これリリース、リリース。わ、これ大きい。これでっかい。わー、かっこええな。手長。しかもここ太いタイプ、腕太の、かっこいい。うそ、ん、ーえーっす。あ、菊池さんはこれ鼻に挟んだりはしてこなかった。してこないタイプまでやっていました。珍しいタイプのおい、いいサイズ、美味しいサイズ。あー、ラッキー。しかも大きい方、大きい方。とりあえず1匹確保して、うん、美味しいサイズ。はい、ラッキー、ラッキー。カニカニ頑張って。ここにおる。大きさ分からんけど、ラッキー、こっちから引っ張ってて。俺、違う違う、俺引っ張られんけん、こっちから今。さあ、ほら、見えてきましたよ。あ、見えてきた。うわー、ほんとだ。あ、ほんとだ。うわー、来た来た来た。すごい。思ってたよりちっちゃかったかな。モクズゲット。ゲット。メス。メス。だね。いつ、菊池さんが勇気を振り絞って手を入れるか。入れたんですよ。奥。なんかいるんじゃねえかって思ってるんですけど、これ。違うか、動く。あ、カニ出てきた。出た。ちっちゃいけど。ここ。
あ、本当だ、捕まえて。お、あれどこだ。やりました、やりました。お、お、もうやりました。怖い。意外といけます、意外といけます。菊池、網いらないやつですね。網いらない。やっぱりじゃあ、菊池だったもんね。はい、じゃあ菊池さんの手は感知したということですね。感知してましたね、生き物センサーが。うわ、どうですか。一つは手並べるとこういった動きが出るんで、俺もちっちゃいの一匹取りました。お、うわー、すごい、でか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 い、なんか誇らしげに来たなと思ったら、でかい、長っ、長い、びっくりで歩いてたらいけない、シュシューンって出てきて、あ、追いかけていたんですか。それをでかい、挟まれてるじゃないですか、ちゃんと。でももう手がめっちゃ冷たいから感覚ないんですよ。もうこれはびっくり、生活しづらいだろうな。そうですよね。こういう知的なのさっきその知的な部分くれてんやつ。すごいな、面白い。なるほど、一網打尽にしましょうよ。一網打尽。うわうわうわ、いや、うなぎだ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 、どうした、あっ、逃げた、逃げた、どこどこ、あったあった。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。